それではもう2作品にご出演の方をご紹介いたします。深田晃司監督が手掛けました縁に立つ横顔、この2作品にご出演されております。この方です。辻真理子さんです。辻真理子さん、よろしくお願いします。それではお二人で先にスチールカメラマンの方向けのフォトセッション、センターご覧ください。So we have asked Ms. Mariko Tatsui to join. She has played in Harmonium and A Girl Missing, also directed by Mr. ではマイクを渡しさせていただきます。筒井さんなんですけれども、深田晃司監督のミューズといっても過言ではない方でございます。でちなみに横顔では令和元年度芸術選奨映画部門で文部科学大臣賞を受賞されました。どんな気持ちでしょうか。 So, Ms. Tatsui, I think you are known as the director's muse in a way. And also, congratulations, you received the Fine Arts Award from the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology. And for your role in A Girl Missing, how do you feel about that? 本当ありがとうございます。私もこの役者人生の中で、こんなことが起こるかとちょっとびっくりしてしまったんですけれども、台本を本当にいただいた時、縁に立つも横顔も素晴らしくて、傑作になるだろうなと思ったんですけれども、もうそこのこんなところまで監督にたどり着かせていただいて本当にありがとうございます。ただ今回コロナ禍で表彰式がなくなってしまって、残念なことに素晴らしい表彰状を宅急便のお兄さんからいただいたっていうのなんかしびれる感じだったんですが、でも本当に嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。So thank you very much. I was very surprised when I heard about it. Both of the roles that I played in Harmonium and A Girl Missing. ちなみに辻さんにお伺いしたいと思います。深田監督のここが深田監督らしいなという思う点ですとか、あと深田監督によって何かご自身の新たな一面引き出されたところってございますでしょうか。 So another question to you. What do you think is the uniqueness of the director? And what do you think are some elements that he's able to bring out of you? 演者としては監督に最初こう普通な日常から始まっていて、ここは安全なのかなってこう安穏としていると、そのうちなんかグラグラグラって地面が揺れて、で裂け目があってそこに落ちていって、どんどんその深淵に深みにはまっていって、それで自分でもなんか本当に現場で体験していくっていう感じで、自分でも見たことのない表情だなっていうのをすくい取ってくれる、切り取ってくれるので、それは本当にいつもありがたいなと感謝しています。はい。Well, I always appreciate it because he creates an atmosphere when we start working, living a daily life. それとあと岡田監督、私縁に立つの前からいろいろ作品を拝見させていただいていて、なんか本当に日常から急に何かこう柔らかく仮面を剥がされるみたいな、なんかあなたそのままで日常をちゃんと見つめてるって言われるような、なんか本当のこと見てるっていうようなことを毎回感じて、それがもう監督作品の魅力なのかなと思っております。はい。I had the honor of watching a lot of films by him before I actually played in Harmonium. ということで、縁に立つ横顔の筒井真理子さん、そして深田晃司監督、ありがとうございました。ありがとうございます。ジャパンナウズも深田晃司監督特集から深田晃司監督、そして筒井真理子さん、最後にお越しいただきました。ありがとうございました。続いてのゲストの方にご登場いただきましょう。どうぞ。 Tokyo Borderless TV